まあこの度志村福美さんの展覧会まああの姫路でなさるあちらこちらでなさってるんですあの志村さんの音作品はもう随分前からいろんな形で拝見してるんですけれどまあこれあの一応まとまってあの展覧会になった大変良かったと思いますあのパリでもやったことがあるんですよね私がちょうどパリのあれをしてた時に。その時にも 非常に評判が良かったんですでその志村さんという作品これはもう何よりもまずまあ草木染めの大家であってそして紡ぎ織りの大家で、まあ、その人間国宝にもなってそういうあの色と織りの作家というか私はもうそれは同時に詩人だと思ってるんですかと前にも一度そう書いたことがある。 実は私はその志村さんのご本で非常に印象的だったのが、まあ、そこにも書きましたけれども日本で桜の花がバーッと咲いてるって非常に美しい桜色でですねであの色を染めに使おうかと思って花びらをわっと集めて煮出したらちっとも綺麗ではないなんかあの濁ったようなあれになっちゃってでところがえ猿、ー、の3月頃かななんかあの たまたま別の奈良に行く途中で桜の木切り倒した樹木で小枝をその切り倒したやつをもらって帰ってきてそれを煮出してやったらば大変に美しいあれができるであの枝ですよねだからもう全然あのこの地上での役割は置いちゃってるわけでもう要するに捨てるしかないと思ったもののその中にずっとその生命が残って。しかも それは、えー、3月ぐらいの話かな同じような子じゃあ小枝をやってやみようって言って別のところで9月の台風の前にやったらやっぱり違うんですね死んだと思った小枝もやっぱり自然の動きの中にまあ反応してるっていうかまあわかんない自然にそれがつながって本当にあの日本のこれま志村さんもそうですしその色っていうのは自然と 非常に深く結びついているなということをよくあの思い知らされました。で、それを我々が人間がそれを見るときにあこれ綺麗なったとかまあちょっとこういうのはあの素んだ色だなっていう風になるんです。で、志村さんはそれ非常に感覚が鋭い人ですよね。もちろんあの色についてもそうだけではなくて、も志村さんの前にあのあのエッセイで 古典についてっていてうのがありましたよねあの文学を読むのが大好きだっていろんな古典をあの、まあ、源氏物語なんかも,もちろんそうです日本だけではなくてヨーロッパのものでも何でももう非常にいいお好きだっ純粋に文学で「あのモンパツさんの女の一生」とかですね「バルザックの谷間の由利」とかそういう文学もお好きであるあの実は私全部それもつながってるんだと思うんですが。 とということはつまり言葉の問題ですけどね言葉の感覚も大変、まあ、あ鋭敏な方でただあのヨーロッパの話題だと翻訳を通してなんですけどもで、ね、それで僕はちょっと面白いと思ったのはこれ別の機会ですがあのヨーロッパの,その女性像モッパさんの女の一首だってボバリ夫人だって谷間のユリだってみんな女性がテーマですよね。 日本で女性がテーマなのは源氏物語そのの女性描き方っていうのはこの文学でどう違ってどう共通するかまあすくら,す素晴らしい美しいとかいうことはもちろんあるんですけどでそれを企画してみるとですね面白いあの谷間の百合の中でモルソー不公爵モルソク夫人というのがものすごいあの美人であって。 そのフェリックスという青年がそれにすっかりまずあの惹かれてしまうわけですね。その時にモルソー夫人がどんなに美しいかということをバルザックはもうこと細かに描くわけです。額は像であって目がこう光り輝い、ほっぺたがわずかにこう明るくって、そして鼻はまるでギリシャ彫刻のようになって。いちいち細かい造作をだから大変美しいであの。 フェリックスもそれを見て、あ、なるほど、美しい,いうもう、と思ったことが。読者に伝わるようになってるんですね。ところが源氏物語をみると、いっぱいいろんな女性が出てきます。どんな顔立ちかって、ほとんど書いてないんですよ。あの、紫の上でも。大変、まあ。見るから美しいとは言ってるけど、まあ、大変。愛らしいとか、美しいとは言ってる。ここに。例えば。顔の造作が、どう目鼻立ちがどうだっていうこと。 ほとんんどいっいんですね全体の雰囲気としてあこれはなんとなく美しいとそういうのも全体の雰囲気であれする。木村さんもちょっとそこで言ってられたその言葉でもって読んでいくときにまあ,あの文字を読む時はもちろん目で読んでいくわけです。しかし日本人はそれだけじゃなくて感覚で捉えるそれも色彩の場合も同じだと思います。でそれは西洋の おお、考え方と日本の考え方、大きな違いです。で、あのシュタイナーはちょっとそれ気がついてたらしい。ゲーテもそれ困ったんだと思うんですよね。西洋ははっきりと美術なら美、あるいは。あの色っていうのは視覚芸術ですから。目で見る、まあ、ニュートン以来そうですよね。目、目で見て、で、目で見て、どう見えるか。あの虹の色がどういうふうに見えるかっていうのも、いろいろ。国によって違うってことがあります。 要するるにそれてて目で見ているしかし日本人は小島さんもちらっと目で見るだけではないんだ今は感覚で全部捉えるで源氏物語なんか確かに多くの女性っていうのは源氏は暗闇の中ででってるわけですでそのことを源氏はうまく書いててそれは目で見てるんではなくて全体で受けて,ってるんですね。でそれは 日本人の持っているなんか感覚の共通性というか実は一つのものなんです色を見るのも言葉で理解するの。でもともとこれも外国の人にはなかなか分かりにくい見るっていうのは向こうの人が言うとあこれ目で見る視覚芸術であるこう我々見るときに要するにギリシャ美術っていうのはあのどういうもんだでこれはシンメトリーだとかあるいは 比比例人体比例これ目で見てですね比例がどうだとかということでこれは見事だっていうようなことを美学を言いますよね。で日本はそうではなくて見るっていうのは、えー、もちろん目でも見るんですけれどもそれだけではなくて我々普通にも使うお医者さんが脈を見るあれは目で見てるんじゃなくて手で見てるわけですね手で触覚で見てるわけ。だから お風呂の湯加減を見るあれも手で見てるわけですよね。眺めてるわけではなくて触覚で捉える。それを見ると言ったわけですね。それからあのお味見って言いますけどもあれも味を見るんです。であれはあの下で見てるっていうか無式に言えばあのそのあの下の感覚で持って見てる。 もう見るっていうのは視覚だけの問題じゃないんですね日本の場合でそれを全体として感覚なんとなく受け取ってくるということで対象のあれが出てくるこれはあの日本の美学美意識っていうのは大きな問題でそれをまた説明しようとすると大変ですけどねあの見ると同じで聞くもそうです。聞くっていううののはは向こうの人はこ人れや だから音楽音楽は聴覚音響芸術であるで日本ももちろん耳で聴くけれどもだけではなくてで向こうの人にあんまりないのであの京都行くともうしょっちゅうお香がありますよねそのお香,がの香を買うの香」を聴くと言いますよねこれもう普通にだあれはあ嗅覚で聴いてるわけですだから聴くというのもあの 耳だけではないしあのお酒の良し悪しっていうのは舌でつまり味覚で聞いてるわけですそういう感じであの五感の分けてやる西洋の美学とは違った美学があるでそれをあの志村さんの場合にはていうか実際植物をあれするときにはあの全体で受け取るということでそれが 植物のの生命の色だと思うつまり先ほどのあれもみんな生命の色ですからね。であの志村さんは色の中でそのもう捨てられるような小枝の中に実は生命がずっと生き残ってたでそれが自然とこう,こうしながらずっとあったそれを煮出してあの色にしていくでそれに基づいて作品を作っていくということをいろいろやってられるんで。 それが私はの志村さんの作品としてですね大変にあの大事なお仕事だしで我々それを見てこの作品を見た時に作品はあの今度14点ぐらい前期後期で分かれて「源氏物語」の,の作品を「明石」とか「須とか出てくるこれも単なるイラストレーションじゃないですよね。源氏を作った紫式部でもそうだったと思う であの源氏っていうのは光源氏だけではなくて女性たちをその目で見ただけではなくて示してくれてるというそういう物語ですねだから西洋の物語と全く違うような感じだと思います。で,あのでそれを志村さんがテーマとしてされたっていうのは、まあ、我々はまたあの源氏のことはあの知ってるからあすぐそういうふうにこう。 連ね。証っていえはあの話かっていうようなそれをあの作品の作品と同時に色とに結びつけていくであの美術作品というのは一方では細かく分けるわけです絵なら絵でこれは技術がどうだとかその色が重ねがどうだとかっていう。 いろんなものを分析していく分析していくことで分かるなるほど油絵っていうのはこうだあの水彩とは違うで分析することと同時にいろんなものが一緒になってるこれは日本人は割にピンとくでその芸術の持ってる力あるいは魅力というのはそういうものだと思うんですね。ですから 知的にこう分析するだけではないでそのためには作品を見るのが一番ですから展覧会でもって志村さんのご、まあ、あ本もいろいろ書かれてるけど作品を見てそしてそこに、まあ、源氏なら源氏があるとかあるいはあの他のものでもいいある時にあのその作品の題名でも朝ぼら家とか何とかあの自然のあれに、うん こう敏感な台をつけますねであれもあの日本の場合全く昔からそうであの枕草子のあれがあの春はあけ物以来明けぼの春はいいんだけれどもその中でも特にあけ物もそれを変化する場合ですね春はあけぼのようよう白くなりゆく山際少し明かりってこう少しそういう変化するものが あのまあ、春は秋物としてあの枕の掃除を捉えてます夏は夜夜は逆にいいんだけど月,月があればらなれて月があっとなくてもいいんだけどあればまたいいそこに蛍が飛んでるともっともしこういろいろなものが入ってくるっていう見方ですねそういう見方が日本で向こうだったらば風景ならばきちんと動かないものだけを絵に描くときにあの。 山山なら山川それも理想的に左右それこそあのいわゆる向こうの風景が物産なんかの理想的風景コンポジションをきちんとそうではないんですよね日本の場合に。でその辺があのまあ枕草子のあれは大変頭のいい清少納言です。で同じ時代に紫式部が源氏物語会あっちは あの、随筆じゃなくて物語にした。あの人はやっぱり、敏感だから。あの、自分の好きなものっていうか、大事なものは。あの、紫系統にしてるんですよね。一番大事な、えー、あのー。まあ、あのー。皇后、宇富士壺ですよね、なくなっちゃいます。富士、なんとなく淡い富士紫の。富士壺が。一番、あのー。 あのあ光源氏にとって一番まあということは、まあ、紫氏にとって一番大事なあれで,でそれでその理想的な女性をというので紫の上っていうのが出てくるあの育て上げるそれ紫なんですよね紫でもってだからあの若紫とか紫のあれがでそういう藤色紫色若紫というのがあの源氏の。 あのまあ紫菊部の紫菊支部っていう名前がそうですよ。紫菊支部はお父さんがあの藤原だから藤支部だった,ったはず。あの藤つまり藤原の藤ですよね。藤支部と宮廷では呼ばれてたはずですが、自分で勝手に紫菊支部にしちゃって、つまり紫が好きだったんですよね。そういう感覚の豊かさ石村さんの作品非常によく出てる。であので作品を見る展覧会する。 それが何よりも大事ななことなんだろうなと思いますですからあのその今回は2回ぐらい展示会されるんですがそれぞれまた違った作品も出てで志村さんも作品を随分たくさんあれされてますよね作ってられるそのほかにその糸のやつをずっと見せてその色糸ですよねあのこの中でも志村さんも前に言ってられる。 その色をどうやって出すかっていうのを藍染めが特にあの問題で色はあの染め最初からそれをやるさっきの桜のあれもそうですもっと元の藍染めがあるそれから糸も紡ぐところからやるというこれもまた日本人の非常にあのそういう自然とのつながりが強いと思います。 紡ぐことにだから紡い織でもう一番単純に紡ぎ織だけをあの志村さんはなさってますよね。であれはもう非常に単純に縦糸と横糸だけを縦糸でピシッと決めてあと横糸を自由にやっていきますということを言ってる。ですの自由にやっていくときにやっぱり自分の全体の感覚っていうのはあの意識してはなく生きてるんですよね。 西洋の場合にはそれを意識的にじゃあ比例関係でいこうと,ということでやるんですそうではなくて自然に志村さんあの日本の絵っていうのはそういうあの出てくるそれは大変見事なことになってくる作品の持っている力ですね。でそれは日本人の昔からのあれで糸を紡ぐ時に遠野物語っていうのであの 馬とこう一緒になっている女性の女の娘の話っていうのは遠野っていうのはあそこで言う岩手県の中であそこだけ不思議なあれがあるんですけどもその娘さんがその、まあ、あの頃は農家でもちろんみんな馬がいるんですでその娘さんが馬が大馬屋にいついちゃってそれでお父さんが困っちゃってねで怒ってそんなに馬がいるなら よろしくないこんな馬がいるからいけないんだと言って馬を殺ししてて吊るしちゃったった話ですよねそうするともう馬がいないんだから娘さんが諦めるかと思ったら吊るした馬の死骸に以外にも娘さんがより泣きついて馬って言ってもう死んじゃったっていうのを泣きついていてであのお父さんがそれを引き離そうとしたらそのしたら。 死んだ馬と娘すっとと娘すすっっ天に登ってったといたうまあお話ですよねそれでお父さん娘も天に登っていっちゃったんであのあ自分はやっぱりまあ娘あのこと分かんなかったあの娘は戻ってきてくれと自分はもうあのいろいろ自分は何も言わないかぜひ戻ってきてくださいとくたっと大声でとなったら天に登って馬と一緒にね残っていく娘です。 下にお父さん世話になります。私は今一番幸せですから。これから、あの、馬と一緒に天に行きます。だから、あの、嘆かないでください。で、えー、ただ、お父さんとはお別れです。ただ、今まで育ててもらった、お礼に。明日の朝。あの、天の贈り物を、あの、差し上げます。あの、これも有名です。あの、臼の中を見てくださいって言うと。 消えちゃったわけですねでお父さん困っちゃって次の日の朝臼の,の中へ開けたら蚕が出てきたって初めて蚕が日本に出てきたという、まあ、大変面白いお話でそうするとその馬という動物とそれが実はつまり自然の問題なんですよね。で、えー、一緒になってでだから蚕っていうのもあれ虫だけれども。 日本は天天の虫って書きますよね天から来るあの大事な自然の中で生まれてきてるでその自然の中で生まれてきたあの糸でそれで紡ぎそれを持って志村さんは織りをする自然非常に自然と結びつきやすいでだから美学的に言うとそうすると自然は移り変わるわけだからあの その同じ美も長くつつかない儚いとかですねあの移り移ろいやすいっていう美がこれ西洋では美っていうのはもう断固として移ろわないわけですよ比例関係やなんかはあのギリシャそれこそ彫刻なんていうのは断然自分がこれでいいよっていう強さを持ってるしかしそうではなくて移ろいやすいけれども人間に非常に身近であるそういうことを あの日本の美術あるいは文学は教えてくれる志村さんはそれを非常によく分かっている、まる、あ、本,本格的に分かってられると思うそしてそれに基づいて実際にはもちろん大変ですよ草木染めって,って簡単じゃなくても行ってものすごいあの枝をこうすり払ってあの時にはおなたを振るってこう枝を持ってきてっていう労働ですよね。それをした上で煮出す ということをやりながらしかし出てきたものが本当にその微妙な図で移ろいやすいしかし日本人に訴えかける美しいあのまあ美しい本当に清らかな美しさがでてそれを織りでやっていくであの織りもいろいろいろんな織り方もあるしそれからさらにはあの模様の付け方もある。 であの日本はそれでまた他にもちろんありますあの小袖の織は刺繍をやってみたりそれ思い切ってあの金紙銀紙をやってみたりそれから少しあとになると友禅で今度は染めをやったり柿き直接買いそれはそれでまた面白いあの衣装のあれがあるんですけれども志村さんはもう完全に平織紬だけですよね糸のあれでやってそれがまた 非常に大きな力なで,でもあの日本の美術っていうものの持っている力、あの志村さんであの大変よく分かってで、西洋の人はですね、何その折物なんていうのは芸術といえばむしろマイナーだっていうことを言うわけです。要するに工芸品ですよね。で工芸品はこれがすごい,いんだよっていうことを、えー、日本の美をあの。 見直すことになる。あの同じく美意識とか何とかもちろんみんな美しいものは美しいと思うけれども、理屈。それはどういう？あれか？っていう時にはもうそれぞれやっぱり考え方が違うわけですね。で、私は日本のだから、あの美意識っていうのは西洋と通じることをも,もちろんあります。もちろん通じるところもあるけれども、もしかしあの非常に重要な意味を持っているで西洋だと。 理屈でやるわけだから例えば色と形っていうのはデカルトは色と形どっちが元か形の方が元だよってまあデカルトは言ったわけですよね。っていうのはえ色のない形っていうのはあると色はないかとでも形のない色はない必ず色はどっか形がだから形の方が元だって言ったわけですね。理屈でで言えばそうですだけど それこそ、まあ、志村さんもそうだけど日本は伝統的に形や色を見るだけではなくて感覚で受け取っている色の方が元じゃないのっていうことになります。でそれももう一ついうかそれはもう非常に一つにつながっているその日本人の持っている、まあ、美的感性あるいは自然とのつながりそれをあの工芸品は大変重要だと思います。それを 草木染めという形でもう直接自然のあれというふうに見せてくれたのは志村さん。日本の場合には向こうの場合にはニュートンは色があってそれこそ虹の七色があって何と何が捕食関係で写りがいいというようなことを言うわけですよね赤と緑は非常に写りがいいとかいうことを黄色と青は大変いいとかですね。ししかし そうではなくて志村さんの場合全体的なこう感覚でもってあの映るまあ映るってこともだからあの西洋の場合と違って日本の場合には映るってのは同じものがこうどっか行っちゃうことですよね映るって、ね、だからあの色が映っていくっていうのは色が別のところへ行くそういう感覚がそういう感覚の持っている 日本的な特色っていうのを志村さんがあのよく見せてくれてるで,でそれは実際作品を見ないと作品を見て我々は納得するわけですそれを展覧会としてやっていただいてるっていうのは大変に良かったと思うでその実際にはそれまでに志村さんもまずあの草木染めの草焼きを持ってきて染めてで染めるのも大変みたいですねあの藍染めの場合には。 あのやっぱりいつでもいいってわけじゃなくてお,なお月様との関係があってしかも夜での時でないとまた違ってくるこれも不思議なもんですねあの西洋だとそんなこと考えないからだからもう熟悉でアニリに染料が出てきてからもうこれでどこでいつであったって同じ色が出ますよそう,う単純なものじゃないもう日本の色っていうのは。 そういう持っている、で僕は芸術っていうのはもうそれが大事だと思うんですよね。だから、それを、あの、他の芸術でもそうだと思います。日本の絵の場合でも、あの彫刻でも、あるいは工芸でも。その、芸術を、その仕分けするっていうか、西洋だと。メイジャーとマイナー、マイナーとー言いますよね。工芸は、あの、社会的にも、あの。 要するに王朝時代向こうの王朝時代ルイジ4世画家は宮廷に行けたけどその工芸作家は宮廷には行けないはずですよねこれは職人だからというようなその社会的な区別があってそうではなくて日本人は全部一緒にあのまとめてるという意識があってそういう日本人の持っている感覚みたいなものそれがあのそういうこの。 芸術においてもその上下関係とか優劣をしないでむしろ色というものに対するあるいは織というものに対する志村さんの見方も,うもの自体が大変だ自然そのものが大事であるということをうまくあれしてるんですね。でその辺のの辺ととところは、まあ、あの議論になると自然と元々はあのアートっていうのは 技術術ででももああり芸術でもあるとア,ーアートっていうのはそれは技術はその今やそれほどデジタルになって非常に優れたものができもうに人間の計算能力がはるかにできるとそれはその通りだと思いますしかしそうではない部分のアートっていうのはやっぱり大事であってでそれをあのこう見せてくれるのは 志村さんのあれですよねで、美術館っていうのもそうだと思います。美術館の役割っていうのは、そういうことで。まあ、いろんなものも見せするけど、実は美。美というのは何か。あるいは、それを。やっぱり歴史的な流れの中に。日本人というのはどういうふうなのかなと。で、えー。それは。作家っていうのは、それを受け継いでるわけですよ、理屈だけではなくて。志村さん、なんか、特にもう。体全体で、感覚で、それを受け継いで。 先もなさるしそしてしかもよく読んでられるからいろいろ細かいあれを書かれますよねシュタイナーの色彩論みたいなものそれを分かってて言われるっていうので大変なあの芸術家であり理論家であるというふうに、えー、まあかねがね思ってる。ですから今回それを展覧会でえ同時にまああの志村さんの本作品もあの紹介しながら。 あの書かれたものも紹介しながらで作品そのものを見せていただくっていうのは大変大事なことだなというふうであのまあ,あのコロナで大勢バッと行くわけにいかなくなったかもしれないけどあのゆっくりとあの見られる展覧会としてあの会場もちょっと拝見しましたけどいいあれになってるなというふうに思いました。ですからあの 機会があったらまあ皆さんも是非それを見ていただいたらいいなというふうに思っている次第です。